タリビー、ガトウ級潜水艦。タリビー、アセス・トゥ・リビー、SS-284 は、アメリカ海軍の潜水艦。ガトウ級潜水艦の一隻。艦名は、マスの一種、コクチマス属のノーザンシスコ、アメリカや、ショートジョーシスコ、カナダの通称リビーにちなむ。タリビーは1942年4月1日に、 カリフォルニア州バレーホノメアアイランド海軍造船所で寄港する。11月11日にケネス・シー・ハード夫人によって浸水し、艦長チャールズ・エフ・ブリン・リューク少佐、アナポリス1932年組の指揮下1943年2月15日に収益する。4月8日から4月30日まで成長訓練を行った後、タリビーは5月8日にハワイに向けて出港した。 5月15日に真珠湾に到着し、ハワイ水域でさらに訓練演習を行う。この間に多くの空気漏れが生じ、修理のために井戸ック入りする。しかしながら空気漏れは改善されず、タリビーは7月11日まで海軍交渉で修理が行われた。7月19日、タリビーは最初の紹介でカロリン諸島に向かった。 7月28日にのタラワ近海で護衛艦と召回機を伴った5000トン級輸送船を発見したが召回機によって攻撃できなかった。8月5日に担当水域に到着し、召回を開始。ほどなく、司令部から付近を戦艦武蔵を含む艦隊が通過するという情報を得て待ち伏せた。まもなく、タリビー岩の地点で、 駆逐艦らしい艦艇を発見して先行したが、潜望鏡を上げるタイミングを一視したため、武蔵を発見することはできなかった。武蔵以下の艦隊は、タリビーが潜望鏡を上げられない間に通り過ぎていた。8月10日、タリビー岩の地点でサイパン島とトラック諸島航路において、護衛を伴った3000トン級から5000トン級の3隻の輸送船を発見し、船団まで 約2500メートルにまで接近の上、左舷方向にいた輸送船に向けて魚雷を3本発射したが、最初の魚雷を発射すると同時に敵船の反撃によって潜望鏡を破損した。魚雷の爆発する深度の設定は15フィート、約4.6メートルにセットされていたが、最初の目標は予想より喫水が浅かったのか命中せず、目標を沈めることはできなかった。 8月14日には、のトラック北西海域で護衛艦を伴った3隻の輸送船団を発見。タリビーは、輸送船を、視界内に捉え、2700メートルの距離から、最初の魚雷を3本発射したが、これは命中しなかった。タリビーは一旦深く先行し、2度目の攻撃のため、潜望鏡深度に戻って、魚雷を射しようとしたが、最終的には目標に逃げられてしまった。 8月22日、タリビーは、駆逐艦電とユーズキが護衛する第4821戦乱を発見。1800メートルの距離から最も近くにいた輸送船と、それとは別の輸送船に対し魚雷を3本ずつ、計6本発射。電とユーズキの反撃を避けるため先行した時に1つの爆発音を聴取し、続けさまに2つの爆発音が聞こえた。タリビは、 しばらくしてから浮上したが、会場にドラム缶が漂うのを見た以外は何も見なかった。タリビーは、この攻撃で特設運送船海場丸海洋機船4164トンを撃沈した。帰還途中の9月2日にはの地点で日本潜水艦と遭遇して、魚雷を2本発射されたが、タリビーには命中しなかった。9月6日、タリビーは50日間の行動を終えて、 ミッドウェイ島に帰島した。9月28日、タリビーは2回目の紹介で、東、シナ海に向かった。10月14日、未明、タリビーはぬ台湾昇を沖で、3隻のミネ風型駆逐艦。実際には、駆逐艦潮風に守られた、輸送船10隻からなる、第105戦団を見、タリビーは、第105船団を追跡し、 翌10月15日1時10分にの沿水港沖に至ったところで魚雷を3本ずつ、計6本発射し、魚雷は1本が、陸軍輸送船しかご丸、大阪商船、6182トンの機関室に、命中、志差しか丸は40分後に沈没した。10月25日午後には、の中国大陸南岸と宝庫諸島間の海域で、 二つの隊に分かれ三隻の護衛によって守られた七隻の輸送船で構成された総船団に接触したが見失う。夜に入って再度接触。タリーは船団中最も大きな目標の九千トン級タンカーに対して魚雷を六本発射し、一本は目標を捉えたと判断された。タリーは同じ目標に対して魚雷を四本発射したが命中せず、 すぐさま護衛艦が反撃してきたため、タリビーは反撃を避けて退却した。一連の攻撃による成果は日本側の記録によれば輸送船艇小丸、帝国船舶7976トンがの地点で雷撃を受けたものの損害はなく、成果はなかった。11月5日夕方、タリビーは沖のエラブ島地名村沖に浮上して艦砲射撃を実施し、 24発もの砲弾を民家や国民学校、村役場に命中させた。翌日、タリビーは帰還すべく転身した。ミッドウェイ島を経た後の11月16日、タリビーは52日間の行動を終えて、真珠湾に帰還した。12月14日、タリビーは3回目の紹介でハリバット、アセスハリバット、SS-232 及びハダク、アセスハディック、 SS-231 とウルフパックを構成し、マリアナ諸島方面に向かった。1944年1月2日、タリビーはの地点で E53 型潜水艦を発見し、浮上して距離2700メートルから魚雷を4本発射したが、回避された。この潜水艦から通報を受けたであろう。水上偵察機が飛来し、タリビーは潜行を余儀なくされた。 1>, 1月19日には、ハダックと会合し、ハダックから空母運用を撃破した旨報告を受けた。タリビーは、ハリバットと共に、運用が逃げ込んだ、サイパン島の出口で待ち伏せし、ハリバットは、大胆にも港に潜入を試みたが失敗した。タリビーはそのまま航校で待ち、1月25日から27日までは、確かに運用の姿を確認していたが、1月28日に、 観測すると、運用の姿は消えていた。1月31日夜、タリビー岩のサイパン島沖で、レーダーにより、複数の目標を探知し、接近する。やがて、二つの目標に対して、巨雷を三本発射し、うち二本を、特設捕獲猛艇広島る、九州優先、549トンに命中させて、合沈させ、残る一本は目標に命中しなかった。 タリビーは、さらに魚雷を一本だけ発射したが、命中しなかった。タリビーは、翌日に担当海域を後にした。2月10日、タリビーは58日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。3月5日、タリビーは4回目の紹介で、パラワ方面に向かった。9日後に、燃料補給のためミッドウェイ島に帰港し、担当海域に向かった。 タリビーは3月30日、31日に行われる第58任務部隊、マーク・ミッチャー中将による空襲、パラオ大空襲の支援任務が予定されていた。タリビーは3月25日に担当海域に到着し、紹介を実施しながら空襲日を待った。翌3月26日、タリビーはレーガーで輸送船団の接近を探知した。関東軍から抽出して、 マリアナ諸島やカロリン諸島の防衛強化に充てられる陸軍部隊を輸送してきた西松2号船団は3隻の輸送船と駆逐艦和畑、布施帝前島第38号小海底で構成されていた。タリビーは浮上して輸送船を追跡したが折からの豪雨のためそれらを見失う。さらに爆雷による一角などで2度接近に失敗し、3度目の接近で やっと攻撃ポジションが通れ、2700メートルの距離で、艦首発射艦から魚雷を2本発射した。約2分後に、タリビーは猛烈な爆発で振動した。タリビーの発射した魚雷のうち1本が円を描いて、自らに命中したのであった。突然の爆発で、戦団では輸送船が攻撃されたと思ったのか、海面に向けて、機銃装車が行われた。 王手のクリフォード・ウェルドン海剣ダール二等兵装は、当時、当直の者と共に、ブリッジ上の見張り台に降り、爆発で水中に飛ばされて、意識を失った。彼が意識を回復した時、菅の姿は見当たらなかった。彼はおよそ10分間水中の音声を聞いたが、それは聞こえなくなった。海剣ダール二等兵装は若竹によって救助され、若竹が捕虜ありの信号を掲げると、 輸送船に乗船していた陸軍部隊から喝采を浴びた。会見である二等兵装は捕虜として大船の捕虜収容所に収容された後、終戦後に解放された。タリビーは1944年7月29日に除籍された。タリビーは第二次世界大戦の先行で3個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら。 購読と良いです。クリックしてください。